トヨタのバッテリー EV ラインナップです。トヨタが目指す車の未来、私たちはできる限り多く、できる限りすぐに CO2 を減らさなければなりません。未来はみんなで作るもんだと思います。レクサスは2035年にグローバルでバッテリー EV100% を目指している。その中で2023年春、レクサス初のバッテリー EV 専用車として発売されるのがレクサス RZ。 その乗り味は、これコセルハンダルどうなの、踏んでみてください。どうでしょうか。別世界。おお。開発期間はおよそ5年。そこにはチームレクサスの長きにわたる試行錯誤があった。ちょっとですね、車の乗り心地が良くない、根本的なシステムの思想をちょっと変えていかないと難しいな。レクサス待望の RZ、 その開発の映像から電動化に向かうレクサスの思いに迫る。RZ の開発を語る上で欠かせない人物がいる。レクサス LC や UX300E の開発に関わってきた渡辺隆、 RZ のチーフエンジニアだ。これが RZ に搭載されるバッテリー。重さは400キロ以上ある。車体の底の部分に置かれる重量物は車にどんな影響をもたらすのだろうか。渡辺に聞いてみた。タイヤとタイヤの間の床フロアの低い位置にこう搭載をします。低い位置に搭載をするので重心の位置も従来の車に比べるとすごく低くなります。でエンジンみたいな重量物がなくなってモーターになるので、そのモーターがこうタイヤの軸の真ん中にこう配置をできるっていうことで、そのフロントもリアも車の相対的な重量に対してすごく軽くできるんですね。そうすると重心が低くて中心に集まるので車の回答性がものすごく良くなります。開発では新たな車の構造について議論が繰り返された。メンバーは歴代レクサスの開発に関わってきた者たちだ。初めて見る人は何が従来だと思って語られていたのが車の合成について。さまざまなパーツで構成される車がねじれや曲げにどれだけ強いかはコンピューターによる解析だけでは分からない。試乗を繰り返す。そして部品を取り替えて試行錯誤。そうですね、これだけでどんだけ違う。頼りになるのは車屋としての感覚だ。ちょっと乗り心地が良くなった、ね、ステアリング振動が目立つような感じですね。全然違う車になった。渡辺たちが追求するのは剛性や回答性などといった車の素性。素性がいいとレクサスがこう大事にしているその静粛感だったり、その質感だったり、そういうものが素性がいいことで車っていうものは全て決まっているんだなっていう。電動化技術を用いて
さらに走りを進化させるために目指した動きがあるという。それが一番それを象徴していたのがチーターの動きなんですけれども、ヒントにしたのは動物の動き。チーターって視線はしっかりと獲物を捉えながらも、4つの足を巧みに使って重心移動しながら、ものすごくそのバランスのいい走りをするんですね。大学 その研究をされている先生のところにも修行に行ってですね、動きっていうのはその地面と その接地力をいかに高くするのか、でその接地している ところをいかに長くこう設置をさせるのかっていうことがすごく大事なんだと。動物の動きから着想を得て、バッテリー EV の特徴を生かし、これまでにないシステムが開発された。それが四輪駆動力システム、ダイレクト4。高トルク高レスポンスのモーターの特徴を生かして、車両の姿勢や荷重の移動に応じて前輪と後輪の駆動力を自在にコントロール。レスポンスよく素直に車が反応することで運転する楽しさを実現する。ダイレクト4の開発にはニュルブルクリンク24時間レースにも出場しているレーシングドライバー佐々木正弘も関わっていた。変わってくると思うんですけど、前輪と後輪の駆動バランス、そのわずかなズレで乗り味は大きく変わってしまう。足が地面に追いついてないっていうところで、その、乗り味、乗り心地という部分も良くないし、目線がブレちゃう。はい、まあ、フロントをもう少しトルクを上げた方が車がこうもっと回るっていうイメージになると思うんですけど、はい、もう少し差をつけてもいいかもしれないですね。フロントが先に入ってからリアでグーッと回る。さまざまな環境を想定して試乗の繰り返し、駆動システムの微調整を行いながら繰り返し走っては試験を続けた。そして、ここら辺もテンポ感と回る感じと、コーナリングに対しての力強さっていうのもすごいいいし、グリップ感もものすごい出てますね。2023年2月岡山のサーキットにレクサス RZ が持ち込まれた。はい、ではここからは試乗プログラムのご説明に入らせていただきます。集まったのは全国におよそ180あるレクサス販売店からやってきたスタッフたち。これから RZ 発売に向けた研修が行われる。すいません。ヘイレクサス、ご用件は何でしょうか？空が見たい。超高パノラマルーフの動画にお願いします。おお、変わった。実は彼らベブコンシェルジュという新たな役割を担う存在。ベブ理解と普及に関して各販売店のリーダーとなっていく。事前に情報は把握しているものの、実際に乗るのは初めてだった。路面めちゃめちゃ捉えてる感がなんかありますね。てかすごいな本当に。私はもう大好きになっちゃいまして、もうちょっと戻れないぐらい虜になってしまいそうです。レスポンスだったり走りの加速度っていうのが滑らかで、自分で操作してて思ってる走りがそのままダイレクトに車に伝わってるなっていうのは感じました。
レクサス初のウェブ専用車だけに、バッテリーの充電などユーザーの不安も想定される。そのサポートについての意見交換。あとなんか旅行プランみたいなのを、まあ、旅行というか日帰りの旅行プランみたいなのも我々で作成して、でちょっと伊豆の方へ旅行行くってなるとちょっと距離が重なるから片道150キロぐらいなので帰りがちょっと不安ですよ、でもここの温泉施設なら充電設備がありますよみたいな充電スポット。店舗の垣根を越えてウェブコンシェルジュたちが話し合う。販売店の横のつながりの強化も研修の狙いだった。他の店舗と連携を強めて、レクサス店同士の連携を強めて、全国のレクサスオーナーをチーム一丸となってサポートしていく、そういったことによってウェブの不安ですとかお客様一人一人に合わせたウェブライフの提案だったところにつなげていきたいと。ちゃんとつながってて、はい、頑張ってますみたいな感じにしてほしいんだよ。なるほどなるほど。そう、もう頑張ってます。レクサス RZ、 電動化で生まれる新たな体験とは。そしてチームレクサスが紡ぐおもてなし。